アンパンマンのパタパタくるくるはしごをこんな感じで遊べるのかな。箱から取り出すとこんな感じのセットになっていて、袋から出していくよ。じゃん、こんな感じのセットになっていて、この部品にこのシールだね。まずはこれ、ジャムおじさんとバタコさんのシールを貼っていこうかな。こうやって形を合わせて、よし、こんな感じ。それからもう一つあるよね、もう一つ。この部品のところにこれ、メロンパンナちゃんと赤ちゃんマン、このシールを形を合わせて貼り付けてあげて、この上の方に丸いボタンみたいのがついていて、このはしごの下にこの穴が開いてるね。これをこうやって差し込んであげて、逆の方もこうやって差し込んであげて、そうするとこんな感じではしごが上の方に伸びていくよ。こんな感じ、高くなってきたね。その上のところに同じように穴が開いてる。これ、この部品をこうやって取り付けてあげて、そしてここのところだな。ここのところに、このアンパンマンのシール。これをまた形を合わせて貼り付けてあげて。よし。そしてこの板だね。板。この板のところに、この食パンマンとカレーパンマンだね。このシールを形を合わせて、この上のところがちょっと欠けているのがわかるかな。ここをこうやって合わせてあげて、貼り付けてあげて、そして逆の方にも、ここのところにちょっと欠けてる部分があるから、このシールの左上のところに同じように欠けてる部分があるから、これを合わせてあげて、こうかな？貼り付けて、よし、これでいいかな？ちょっと互い違いになるんだけれども、これをこのはしごのところに、上からかな？上からだ。こうやって差し込んであげると下まで落ちていくんだよ。上からこうやって差し込んであげると下まで落ちていく。こんな感じで遊べるおもちゃだったよ。